はい、皆さんおはようございます。かほです。今回はですね、久しぶりに購入品紹介をしようと思います。1ヶ月近くやってなかったんですけれども、その間に100円ショップ以外のいろんなところに行く機会があったので、そこでね、買ったものをね紹介しようと思います。はい、すごい目新しい感じがして楽しめるのではないかなと思います。よければ最後までご覧ください。まずはこちらのカゴからご紹介していきたいと思います。こちらのカゴはサリで購入しました。お値段は1000円と200円とかそのくらいのお値段で、1000円超えの商品でございます。こちらのカゴはですね、私は救急箱として使用しています。サリューには本当は救急箱として売っているものもあるんですけれども、店頭で見た際にサイズが大きかったり、こんなに薬入れないかなっていうふうに思ったので、その場でこっちのカゴかわいいし救急箱って言われなきゃわかんないけど、でも私が使うんだからと思ってこちらのカゴを購入しました。いつかこのカゴも買おうって思ってたんですけれども、まさかこんなところで救急箱になるとは思ってもいませんでしたが、すごく可愛いデザインでインテリアにとしても優秀なのですごくお気に入りです。続いてもサリュで購入したスプレーボトルになります。こちらはメモリのついたタイプで、このメモリ自体は合っているというか、そういうなんか正確性はないらしいので、メモリー目当ての人にはちょっとおすすめはできないんですけれども、なんかデザインとしてこのメモリが入っているっていうのがすごくおしゃれだったので私は購入しました。中身はですね、スキンケア用品に使うものを入れてます。セリアでの購入品なんですけれども、来年のカレンダーを購入してきました。こちらの結構数字が大きくて、見やすいレトロっぽい感じのカレンダーを購入してきました。今年使用しているカレンダーも来年の年で来年のカレンダーとして売ってましたが、今年はこっちのレトロっぽい感じのものにしました。すごく使い勝手が良さそうなので、こちら来年から使用していきたいと思います。さあ、次はですね、皆さんにちょっと馴染みがあるかわからないんですけれども、こちらのカーテンクリップを購入しました。これがもう一つついて2つセットで108円でした。続いて消耗品になるんですけれども、ノンアルコール除菌ウェットティッシュの、20シートタイプのものを購入しました。デザインが可愛くて購入したんですけれども、ウェットシートを持ち歩くにしてはちょっと厚さがあるので、そこがちょっと気になるかな。ウェットシートとしてはすごく良きです。はい、続いても消耗品なんですけれども、アバンリーケースの保湿ペーパーということで、こちらのゆるいイラストが目印の可愛いポケットティッシュを購入しました。こう裏にね、保湿ペーパーと書いてあるので、もしかしたら以前使用していた鼻セレブのペーパーにも負けない保湿力なのではと思って、もしそうだったらこっちの方がコスパがいいので買っていきたいなと思いますが、まだポケットティッシュのストックが残っているので、それが使い切ってから使用したいと思います。綺麗なすりガラスっぽい、すりガラスっぽくもないですねガラスのボールを購入しました。こちらは特に何の目的もなく、サイズ違いで大きなものも購入したんですけれども、ちょっと大きいガラスのボールは使用しているので、小さいこちらのガラスのボールだけのご紹介になりますが、フルーツがすごく盛りたくなるようなガラスだったので、フルーツそんなに買うことないし食べることもないんですけれども、まあいざという時にすごく使ったら可愛いかなと思って購入しました。デラウェアとかマスカット、イチゴとかキウイがすごく似合うようなガラスのボールですね。ちょっといつかそれを乗せて食べてみたいなと思います。続いて最後にですね、文豪気分原稿用紙猫目先生監修というこちらのメモ帳を購入しました。一見表紙だけ見ると、あ、このなんかちょっと猫が活躍するメモ帳なのかなって思うんですけれども、中を見るともう本当に
なんで買ったのか分かるってきっと思っていただけるのではないかなと思います。それがこちらです。可愛くないですか。まあ作文用紙みたいなデザインなんですけれども、このねシンプルで上品な感じが私好みで、すっごく可愛くて即購入でございます。60枚入りなんですけれども、なんかすぐなくなっちゃいそうな感じがして、もっと買っとけばよかったなと思いました。可愛い本当に。続いてドラッグストアで購入したものをご紹介いたします。拭き取り化粧水の純米角質乳軟水美人ぬかを購入してきました。こちらはですね、あの拭き取り化粧水オイデルミンがなくなったので、それに次ぐなんかいいものないかなと思って検索した時に、口コミですごくこちらの商品が良くて、で実際使ってみた結果なんですけれども、今まで使ってきた拭き取り化粧水って美顔水オイデルミンとどちらもですね結構刺激が強くて、匂いもそうだし、あとは肌に対してちょっとヒリヒリするというか、そういうところもあるので、まあ若干敏感肌用には向いてないのかなと思っていたんですけれども、こちらの美人ぬかは匂いもそんなに強いっていうわけでもないですし、肌にのせた時に全然なんか痛いともヒリヒリともしない、すっごい優しい拭き取り化粧水なので、敏感肌の初めて拭き取り化粧水使用するって方にはすごいおすすめのものになってます。続いてこちらのアベンヌウォーターです。こちらはですね、お風呂を上がった直後にスプレータイプの化粧水なので、すぐにケアができる点と、あと化粧が終わった後にこちらの化粧水をつけると化粧の持ちが良くなるという理由で購入しました。お値段は結構します、割とお高めですが、まあ、小さいボトルのタイプもあるので、そちらで試して良ければ大きいの買うっていうのもおすすめです。そうですね、私が使っていく中で、まあ、スプレータイプっていうので手軽にあのスキンケアがすぐできるっていう点がすごく良かったんですけれども、化粧の持ちが良くなるという点に関してはあまり効果を実感できなかったので、まあなんかスプレータイプの化粧水他にもねあるんで、ちょっと他の試してみてもいいかなっていうふうには思いました。続いてクレンジングですね。あのキュレルのクレンジングを今まで使用していたんですけれども、すっごく良くて、でそれに次ぐ何か発見があればいいなと思って新しいものに挑戦した結果、あまり良くなかったんですけれども、 DHC 薬用ディープクレンジングオイルのディズニープリンセスのこういうパッケージのものを購入しました。可愛いデザインに惹かれたのと、あと口コミで DHC のオイルはすごくいいって書かれていたので、オイルタイプだと私の肌だとすごい水分が持ってかれちゃうんですよ。なのであまり試したくないなとは思っていたんですけれども、なんか手軽に手に入るっていう面ですごく良かったので購入してみました。そんなにねやっぱりオイル使ってた時よりも確かに水分はそんなに持ってかれないんですけれども、プッシュするたびにこの溝の部分にオイルがにじみ出てきちゃって、それがすごくちょっと構造として欠陥あるのではと思って、あんまり好きじゃない点と、あと結構なくなりが早いんですよね。先月の半ばぐらいに購入したんですけれども、こんな感じでもう半分くらいまでに減ってしまったので、まあサイズといい、あの値段を考えると結構700円だったので、これであんまりコスパ良くないかなっていう感じがしました。続いて洗顔ですね。洗顔はサボンドロンリッチホイップソープというものを購入しました。こちらは付属でネットがついてくる泡立てるタイプの洗顔になります。まあ大体洗顔泡立てるですかね、はい。こちらの洗顔はですね、泥が7つの泥が入っていて、なんとなく泥って肌に良さそうだなと思って、そういう理由で購入したんですけれども、良かったですね。使ってみてすごくいいなって、効果が実感できます。なんかザラザラがすごいなくなるし、あと結構濃厚な泡を作るんですよ私。なのでなんて言うんだろうな、あの泡の硬さといい、すごく
好きですね。まあ、泡の硬さは自分でやるものなんですけれども、こんなにね使っててよかった洗顔料久しぶりです。はい、続いてフェイスパウダーのご紹介になります。こちらです。すっぴんパウダーになります。パステルローズの香りのものなんですけれども、BB クリームとの相性が悪くあんまり好きじゃなかったです。ただこのパウダーだけ肌にのせるとすっごいあのメイクしたのかなっていうぐらい綺麗に見せてくれるので、そこでちょっと、まあ、普段使用するバイトとかで使用するにはちょっと薄すぎるんですけれども、まあ、休日どっか出かけるっていう時にはこちらのパウダーで出かけて全然問題ないかなと思います。やっぱり BB クリームを使用してメイクしたいなと思ったので、他のフェイスパウダーでシュザンヌ UV クリアフェイスパウダーのラベンダーのものを購入しました。中身はですね、ちょっと鏡あるんですけど、こんな感じの紫のパウダーになってます。ちゃんとパフもついてます。でこっちには鏡があって、持ち歩きコスメとしては優秀なんではないでしょうか。やっぱり鏡があるっていうことで鏡を持たなくていいっていうイントネーションおかしかった今。鏡を持たなくてもこのフェイスパウダーの鏡でなんとかなるのですごく良きでした。ただこちらも、ちょっとね塗りすぎちゃうと白くなりすぎっていうところがあるので気をつけて、加減が必要なコスメですね。はい、でも BB クリームとの相性も良いのでこちらを使ってます。さあ、ドラッグストアでは最後にですね、なんかずっと憧れてたリップを買いました。それがこちらなんですよ。メンソレータムメリーカテッドリップスティック XD です。合ってるかな、本当英語やだな。メンソレータム薬用リップスティックのロート製薬から出てるものですね。ナイチンゲールが目印のこちらのリップ、なんかずっと憧れてて、このロート製薬のやつずっと買いたかったんですよ。でもなんか買う機会がなくて、保湿とかそういう面ではあんまりなかったんですけども、メンソレータムなんですごいスースーします。でなんか眠気覚ましに結構いいリップスティックだなと思って、テストとかあとテスト勉強の最中とかにはすごく最適で、うん、お気に入りですね。そういうところがお気に入りなんですけど、どうなんですかね、これを買っている方はそういうところが気に入って使ってるのかな。まあそんな感じで私はすごいこのリップスティックに今更ながら感動しております。さあ、そして最後にネットで購入したものになるんですけれども、丸いかな、ネットの丸いで購入したハンカチをご紹介いたします。ちょっと私ほんとハンカチがなんか異常なまでになくて、って感じでずっとね、なんかいいハンカチないかなと思って探してたんですけれども、なんか猫が増えてしまいました。こちらです。まずはこちら、ポール&ジョーシスターのハンカチですね。こちらお値段600円くらいかな、税込みで。なんかちょっとピンクが、なんて言うんだろうな、私があんまり持ってない感じのピンクで、結構どちらかっていうとこのハンカチを持つ人っていうのはすごい可愛い系の人なのではと思って、あれーという感じがしましたが、はい、まあでも可愛いしいっかと思って使用してます。最後にですね、ポール&ジョーシスターのこちらのハンカチを購入しました。こっちはちょっと私っぽくないですか、なんかカジュアルなので、カジュアルなのですごいいいかなって、なんかロケット宇宙旅行って感じがして私っぽくないですか。白、うん、これはね結構でも真っ白ですね。なんか画像で見るのとね、丸いはねカップと全然違います。もっとね黄みがかってて、あ、これはちょっとナチュラル系だわと思って購入したんですけれど、思っていた以上に真っ白でした。はい、こっちもね全然色味が違って丸いと思いましたが、でも全然まあまあ可愛いのでよしです。はい、こんな感じで私の最近の購入品以上になります。いやー、少ないような気がするのは気のせいなんでしょうか。でもね、うん、まあちょっと失敗が多かった購入品紹介ですね。うん、どちらかというと、
まずフェイスパウダーを2個買うっていうのがもうちょっと私の中でショックですね。まあ、個人差あるので私の言ったことを鵜呑みにしないで自分の肌とかあとテスターとかでねよく試してみて、あ、私には合うなっていう風に、まあ、自分で結局試していただいて、購入ということになるので、あんまり信じないで、まあ、私はこれは好きっていう風になっていただければと思います。はい、個人的意見ですのであんまり鵜呑みにしないようにお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。